日本埼玉県埼玉市南区内国内国は埼玉県埼玉市南区の町名。現行行政地名は内田二1丁目から7丁目。住居表示実施地区。かつて羽人本村や三笹村や戸田町に属する大技の間に出会ったが、その一部を旧浦和市に編入した経緯から漁師にまたがる地名となっている。元は 江戸期より存在した一つのうち谷村であった。郵便番号は336-0034。埼玉市南区南部の中赤平野に位置する。地区の東側で白旗南側で戸田市美女に、西側で松本、北側で極本や沼影と隣接する。すぐ北側に位置する極本土様に東西に長い地域である。東部を 東日本旅客鉄道最強線北戸田駅、武蔵浦和駅間及び東北新幹線上野駅、大宮駅間、中央を埼玉県道79号浅川並線、西部を国道17号新大宮バイパス及び首都高速埼玉大宮線が南北に貫いている。全域が市街各域に指定され、武蔵浦和駅や北戸田駅は徒歩県内で、 都心へのアクセスの良さから、マンションや小建ての住宅地が広がっている。戸田市美女儀に近い南部では、東京都が近いため出版関係の物流拠点が多かったが、次第に移転し、跡地に店舗や大規模マンションが建設されている。地内はもっぱら住宅地となっているが、内谷一号生産力地地区などの生産力地地区も見られる。かつては水田地帯であった。 内田町目のみ新海やバイパスより西側に位置する。住宅地の地価は2016年1月1日の埼玉県の地価調査によれば内田に7から6から22の地点で21万4千円平方メートルとなっている。かつては武蔵区に足立群笹木梁に属する内田に村であった。2017年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。東部を、埼京線北戸田駅、武蔵浦和駅間及び、東北新幹線上の大宮駅間が通るが駅はない。ただし、埼京線、武蔵野線武蔵浦和駅及び北戸田駅が、徒歩圏内にある。ありがとうございます。